去年7月の豪雨のため、大分県内で一部不通となっていた JR 九大線が、きょう、およそ8ヶ月ぶりに全線で開通し、博多駅で出発式が行われました。JR 博多駅で行われた出発式では、大分県の応援団長、目白をはじめ、多くの人たちに見守られる中、特急湯布院の森が湯布院駅に向けて走り出しました。JR 九大線は、去年7月の豪雨で、大分県の豊後森と湯布院の間で、2つの橋が流されたり傾いたりしたため、去年11月から復旧工事が進められていました。感動したというか、絶対復活してくれるとは思ってましたけど。全線復旧まで1年以上かかるとされていましたが、バス高速輸送システムに転換された JR 日田彦山線の橋桁を九大線に再利用することで、工期を短縮できたということです。